特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆーちゃまの独り言。宣言、ゆーちゃまのラジオチャンネル、登録者1000人を目指します。どうもゆーちゃまです。タイトルにも書いてる通り、今年の目標として、ゆーちゃまの独り言は、チャンネル登録者様1000人を目指しています。2019年の年末に始めたこのチャンネル。もうね、1000人なんて夢のまた夢で、ラジオで目指すって、しかも一般人で難しいんじゃないかなと思ってました。そう思ってたんですけど、本当にこの4年間、もういろんな人に聞いていただいて、僕もね、まだこのチャンネルでやれることがあるんじゃないかと。趣味としてやってたチャンネルが、今も趣味なんですけど、なんかすごいこう、趣味の中でも充実してるんですよね。なんでね、このチャンネルをもうちょっと大きくしていきたい。数にとらわれるっていうのは良くないかもしれないんですけど、やっぱりね、目標があった方が人間頑張れると思うんですよ。本当に応援してくれる人のことを大切にして、少しずつでいいんで、このチャンネルを大きくしていきたいんですよね。その目標として設定したのがチャンネル登録者さん1000人。見てくれる人が増えると、やっぱりモチベーション的なものが、つながっていくのかなって思ってるんですよ。聞いてくれる人がいる限り、このチャンネルは走っていけたらと思います。もうね、なんか1年間ずっと上げ続けて全部0回再生だったらさすがにね、おおってなりますけど、そんなことはないので、もうね、聞いてくれる人がいる限り私は走り続けますよ。なかなかね、今いろんな時代になって、言葉を選んで発言しなきゃいけない時代じゃないですか。なんか、知らぬ間に誰かを傷つけてしまうかもわからないですし、そう思うと、今も言葉を選んでるのかもしれない。このフリートークチャンネルで。何ですかね。たくさんの人に聞いてもらうっていうのは、それだけリスクがあるのかもしれないですよね。アニメとかドラマとか役者さんを語るってなった時に、いや、何が分かってるんだ君は、みたいな。こんな若造が適当なこと言うな、みたいなね。言われたらどうしよう、みたいな。思うじゃないですか。まあね。そこはあんまり言われずないようにします。あんまないですけど、もしね、増えてくるとあるかもしれないじゃないですか。チャンネルが大きくなると。そこはちょっと心配なんですけど。ですが、僕はやっぱり、ラジオをやるからには、たくさんの人に聞いてもらいたい。そして、少しでもこの動画を見て、このチャンネルを見て、楽しんでもらえる人がいてくれたら、なお嬉しいです。そういう誰かのために、誰かの喜びのためにっていうのは、すごいね、自分にとって原動力になるんじゃないかなと思います。2024年、あと何ヶ月かですけど、あと数ヶ月で1000人達成できるかわからないですけど、この動画が上がってる頃には、ちょっとでも近づいてたら嬉しいです。頑張れる限りやっていきたいと思います。このチャンネルって、のびのび動画を上げてるって感じだったんですけど、最近ね、こうパソコンとか買ったり、ビデオカメラを買って、ちょっとね、こう毎日投稿が、多分今んとこはできてるんですかね。どうなんでしょう。できてると思うので、このチャンネルが今後どのような形になるのか楽しみにしてもらえると。いろいろね、ちょっと考えてます。楽しいことをしたいですね。ラジオってまだまだ可能性がある。それを信じて、ゆうちゃまは走り続けます。1000人目指します。まだ登録しない人はよかったら、チャンネル登録、お願いします。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら、他の動画もぜひぜひ、覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております。それでは、またね。ゆうちゃまでした。